29日中日01セーブバンテリンドーム名古屋下向き黒三角隅田相手に1点がどうかったこの3連戦はロースコアのゲームを予測しているんですけど攻略できなかったチャンスすらほとんどなかった8回と9回だけだった良い投手にここで良い投球をされると簡単に崩すことができないけど今日は悔しい下向き黒三角8回のチャンスで託したのは左の大島 隅田は対左の方が左打率が悪い右打者にチェンジアップとフォークが有効的だった。むしろ、左の方がチャンスあるのかなと思っていたので。下向き黒三角小笠原も8イニング1失点踏ん張っていたのでね。ピンチも2アウトまでこぎつけたし、飛んだところが良かった1点だった。でも、それが野球。最後の攻撃は良い形までいったけど、あと1本がね。 切り替えてやるしかない。明日も良い投手なので各自で対策を練ってやっていきたい。